ジャスキサバリエラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、女性ピアニストを紹介いたします。今日お届けするレコードはこちらになりますね。ちょっと暗いですね、この人はですね、ここに書いてあります。ちょっと見づらいですけども、コニー・クローサーズという女性ピアニストです。アルバムタイトルがパーセプションというレコードになります。こういった感じですね。それで、この人はですね、デニー・トリスターノの門下生なんですね。はい。それで、この後ろに、自分自身が、ライダーノーツを書いているわけですけども、自分がどういうふうにピアノに関わっていたっていうようなことが書いてあるんですね。はい。それで、ここに書いてあるんですけども、アメリカ人ですよ。アメリカ人ですけれども、レニー・トリスターノ の、キサイ・トリスターノ、トリスターノというありますよね、レコード。あの中に、収録されているレクイエム。以前私 YouTube で紹介いたしましたけれども、レクイエムを聴いて、彼女はトリスターノの門下生になるんですね。はい。それからずっともう研究というか勉強というか、まあ、トリスターノのもとで、まあ、一緒に、勉強してたわけですよね。はい。それで、メールストルムの渦っていう、トリスターノの、日本がリリースした後にですね、そこのプロデュースにも関わったんですね、彼女が。まあ弟子だからでしょうか。はい。それで、A 面5曲、B 面5曲なんですけれども、2曲除いて全て彼女のオリジナルになっています。それで、その違う2曲というのは、My Old Flame、それから All the Things You Are、この2曲が、スタンダードといいますか、よく、演奏されるものですね。それで今日お届けするのはですね、アルバムタイトルが Perceptions という B 面1曲目をお届けいたします。はい。トリスターノもそうですけども、この人もですね、何か癖になるレコードなんですね、これは。はい。好き嫌いはあるかもしれませんけども、何か癖になるレコードです。1974年、有名な、デンマークのスティープルチェイスというレコードレベルから出されています。残念ながら2016年に亡くなってしまいましたけれども、非常に優れたピアニストだと思います。では今からお届けします。ジャズはいいよ。
Thank you.